このチャンネルでは UE5 についてはたくさん話してきましたけども、有名ゲームエンジンにはもう一つあります。 Unity も高画質レンダリングにおいて UE5 に引けを取らないということをアピールする映像が Unity 公式から出てきました。 Unity の公式 YouTube チャンネル上に投稿されている Enemies というテックデモなんですけども、これはPS5 上で Unity がどういうことを達成できるのかっていうのをある程度将来的な部分を見せてくれるすごい映像というふうになっております。この映像を今から見ていって分析していこうと思います。いきなりですけど、この映像めっちゃレートレ使ってるらしいです。おそらく金色の部分とかでしょうね。かなり綺麗なライティングをしている。ちょっと一時停止しながら見ていこうと思うんですけども、こことかね、この光と影の境目の部分にちょっとポツポツというか、こう綺麗に影になってないっていうのがわかると思います。そういうところからもうレイトレを利用してこの光と影の表現をしているなっていうのがね伝わってきます。で、確か DLSS 再構築を使っていたんじゃなかったかな。で、この金色の物体についても光が上がってる部分、光が当たってる部分のハイライト。もうかなり綺麗な表現されてますね。それで Unity っていうのはテックデモっていうのを定期的に出してるんですけども、今回違うのはキャラモデルのクオリティの高さだと思います。過去において出てきたね、いろんなテックデモにおいてものすごく綺麗なジオメトリ表現であるとかそういうものはたくさん使われてたんですけども、キャラクターの顔とかね、そういったものについてはここまで綺麗ではなかったんじゃないかというふうに思います。これについてもうね、髪の毛の表現であるとか、あとはこのキャラの肌の質感、そういった部分についても 大きな、変更がなされているみたいです。You have in your heart everything anyone has ever felt. Power.フォトリアルかと言われると、まあ、100% フォトリアルではないんだけども、限りなくね近い場所に来てる感じはします。髪の毛に関してはもう本物と言われてもね差し支えないんじゃないかとは正直思います。髪の毛はもう本物の髪の毛とこの髪の毛横に並べられたら多分どっちがどっちか分かんないんじゃないかな。で、肌の方についてもこの小じわと、小じわって言っちゃ失礼かな。小じわであるとか、この肌の毛穴の質感であるとかそういうもの非常にリアルに表現されているのはすごいいいと思います。あとは、この表情の滑らかさとかね、そういう部分じゃなかろうかと思います、必要なのは。確か、マイルズ・モラレス、スパイダーマンの方に話を戻すというか、飛びますけども、スパイダーマンマイルズ・モラレスだったかなにおいてはマシンラーニングを利用した、筋肉のリアルな表現っていうのがねなされてたんですけども、あっちはキャラの肉体に対する表現だったんでちょっと大雑把でもなんとかなってたと思うんですけども、例えばそういうマシンラーニングを利用した筋肉シミュレーションを使って表情筋を動かすことでめちゃくちゃリアルに見せるっていう風なこととかね可能かもしれません、将来的には。で、肌の質感っていうのはすごい難しくて、この何層構造かになってて、1層目に関しては確か透明感のある層じゃないといけないんですよね。なんでそういう複数回処理する必要があるせいで、うまい具合に肌を処理するのは結構難しいっていう風な話なんですけども、かなりうまくできているというふうに思います。Pick it up.まあ、完璧ではないにせよ、なんか表情もね、すごい良かったと思います。チェスピースが燃えた時の、なんやねんこれっていうね、表情、すごいうまく表情、表現できていたかと思います。
この映像について開発者からのコメントっていうのは当然あって、その中で特に嬉しかったのは、このデモ映像に近しいクオリティの映像を PS5 でも出力できるはずだということです。ユニティの開発陣によると、このテックデモは強力な PC ハードウェア上で実行されているけども、より低いハードウェアターゲット向けにディテールを下げる方法も用意されているとのことです。例えば PS5 上で実行する場合は、レンダー解像度をある程度下げてから FSR 2.0 のように異様な技術で再構築したりすることで、全く同等とは言えなくてもある程度近いグラフィックが実現できるはずです。 FSR 2.0 についてはね、また以前の動画で話しましたけども、ぜひそちらをね確認してほしいんですが、それにもっと期待しているのは PS5 Pro が出てきた後の話です。動画説明欄にリンクする以前の動画で、現時点で分かっている PS5 のスペック、PS5 Pro のスペックについて軽く話したんですけども、その中で GPU パフォーマンスおよそ2倍っていう風な話をしました。これは実を言うと、PC 換算で現時点で購入できる最高クラスの GPU と同じレベルのマシンパワーという風になっております。AMD の 6900XT であるとか、 NVIDIA の3090、そういった GPU と同等という意味です。つまり PS5 Pro 上でうまく開発されたタイトルについては、この映像で確認できたような映像品質がそのまま体験できるはずです。非常に楽しみというふうになっております。ある種当然のことではあるんですけども、 Unity も休まずエンジン開発に励んでいるようで非常に安心しました。最近 UE5 の話ばっかり聞くんですけども、ちゃんと競争相手同士で高め合わないと開発ははかどらないですから。競争相手といえばサイゲームズが開発しているエンジンの方も結構楽しみですね。あっちも定期的に新しい情報が出てきてますけども、かなりねすごい見た目というふうになっております。PS5 Pro の発売日、スペック、在庫状況が気になる場合はこちらをクリックしてください。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。といったところで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。